チャシュシュリはジョージア料理の一つ。油で揚げたコウ牛肉をトマトで煮込んだ料理である。チャシュシュリはジョージア語で煮込みを意味する。チャシュシュリの主な材料は牛肉およびトマトである。また多くのレシピではピーマンを使用しており、多くの場合、キピーマンと緑ピーマンを組み合わて使用する。玉ねぎとニンニクも必要な材料である。調味料としては、 塩と黒胡椒に加えて、アジカ、フメリスネリ、パセリ、イノンド、コリアンダー、赤唐辛子が含まれる。肉を細かく切り、フライパンあるいは、鍋にて強火で揚げる。肉の水分が抜けたら、角切りにした玉ねぎを加える。玉ねぎが柔らかくなったら、お湯を入れて、弱火で煮込む。必要に応じて、水を加える。肉に火が十分に通ったら、 皮を剥いたトマトの果肉とトマトペースト、調味料、細かく刻んだ野菜を加える。ケツに盛り付けしたら、完成となる。付け合わせなしでも食べられるが、ラバシュと白ワインをつけても良い。ありがとうございます。